わー聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。寒くなるとどうしても体ちっちゃくなりますよね。寒いから胸を張るっていう人なかなかいませんよね。この寒い時期っていうのは代謝が上がって痩せやすくなるんですが、活動量が下がってしまうのでやっぱり太りやすくなるんです。やはり寒い時期にしっかり筋肉を伸ばしておかないと年中体がカチコチになって年々体が硬い人になってしまいます。特に大腰筋、ここが硬くなってしまうとお腹が出る、前ももが張る、反り腰になる、全体的な姿勢が全部崩れてしまうんです。今回は大腰筋をしっかり伸ばすことができて腹筋を鍛えることができるバックブリッジを紹介していきます。1個のメニューだけじゃもったいないよ、寂しいよっていう人の方のために、大腰筋のストレッチ、腹筋メニュー、最後にバックブリッジをやっていきます。動画を見ながら一緒にやっていきましょう。今日も一歩前進しましょう。まずは上向いた状態で膝を曲げます。このまま太ももを胸につける感じで腰を丸めながらお尻を浮かせましょう。太ももを抱えるというよりは腰を丸めるっていうイメージです。できれば背中が浮かないようにしっかり腰を床につけてください。OK、 次は交互です。交互に膝を抱えます。腿を胸つける感じです。もし全然引き寄せられない方は1回ずつ手で引き寄せてください。腰が硬いとどうしても腹筋背筋のバランスが取れなくなるので、しっかり腰をね柔らかくしていきましょう。 OK、 今度はね抱えて伸ばす。伸ばしたらね、すぐ曲げましょう。腰が浮いてしまう前にね、膝を戻します。これがね、腰のストレッチができて腹筋使ってるんで、今度はね、足伸ばしたまま抱えます。これで腰、お尻、ハムストリングがストレッチされます。リラックスしてやってください。少しです。OK、 今度は膝を肩幅、上体を起こしてね、止まっておきましょう。できるだけね、体を起こして、もしね辛くなったら一回戻ってもいいです。腰を丸めながら使いましょう。OK、 それではうつ伏せです。肘をついて体を持ち上げる。これで止まっておきましょう。ちょっと腰をね揺らすと腰が伸びて気持ちいいと思います。この状態で腰がすごい痛いよって方はね、腰がすごい硬いので定期的にこれをしてね伸ばしてください。
今度は手をついて体を持ち上げて、ちょっと体を揺らしてキープ。手の位置によって難しいと思うんで、腰硬い人がね、いきなり伸ばすと痛くなるんで、ちょっと手を前にしてね、上体反らしてみてください。だんだん伸びたら手を近づけてみてください。OK。 それではもう一回上向いて寝ましょう。今度は片足曲げて上体を起こしてキープ。腹筋辛い人はね、手でしっかり膝を抱えて体を起こしてください。頑張って。OK。 次は反対です。お腹が辛くない人はね、手の力を抜いてください。辛い人は手でしっかり体を持ち上げて、半分ね、力使って腹筋半分使ってください。頑張ってください。OK。 よし、で今度はね、うつ伏せで足首持ってね、ちょっと上体反らす。しっかり肩甲骨をして、これでしっかりね、ストレッチと筋トレ同時にできてます。ラスト、今のままこうやってちょっとね、揺れてみましょう。これ上手に揺れるの結構難しいんでね、だんだん回っていく人も多いと思います。オッケー。最後、足開いて、体をね、ブラブラ力抜きましょう。ちょっと肩甲骨周りがね、だるいと思うんで、しっかり最後にね、疲労感を飛ばしていきましょう。いろんな動きをして、足もブラブラしながら疲れ飛ばしましょう。OK。 お疲れ様でした。最後の2種目がバックブリッジになります。腹筋と腰のバランスが良くなって、スタイルが良くなったり、下腹ポッコリ解消されますんで、続けてください。頑張ってやってよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。